ぶりはないか、半年ぶりぐらい。前回いつでしたっけやったの。すごい、どうもこんばんは。ちょっとじゃあ1分ぐらい経ったら早速始めますね。ね、久しぶりだよね。なんかどんな感じでやるのか忘れちゃった。もういきなりスタートしてましたっけ前回って。久しぶりです。どうもこんばんは。ねえ、すごいね、ミミさん。もう本当にどんな感じだったか忘れちゃった。でも今回はちゃんと事前にサイン数枚だけだけど、そう今日は撮影してたんですよ、このミミスタの前に。なので撮影終わって急いでこっちに向かって、そう、それでちょっと書けるところまでサインを書いてってやってました。どうも。え、もう始めていいのかな、これ。始めてますかみんなって。始めてる、始めちゃっていいのかな。確かに今日はこの後ね、押せないしね。よし、じゃあ早速始めていきます。よろしくねみんな。では、え、じゃあ、あ、まあいいか、これで公開すればいいか。じゃあ1人目、奈々ちゃん。奈々ちゃんありがとうございます。今度、ちょっと待って、今度あやみにボコボコに殴られたいです。ド M 歓迎ですよね。ちょっと待って、一人目からすごい癖強なんだけど大丈夫そう。奈々ちゃん、え、そんなボコボコに殴っていいの。痛いよ絶対に。なんかね、この今回の私は優等生キャラなので、ね、でも確かにそういう子に限って怒ったら怖いみたいなとかありますからね。わかんないけど、奈々ちゃんありがとう、一人目からね。ご褒美ってやばい。ご褒美じゃないよ。でも大丈夫です、どんな人も受け止めますね。最初からパワーワードありがとうね、奈々ちゃん、ありがとう。続いて、はるさん。はるさんだ、いつもありがとう。 AKB になくてはならない存在から選抜になくてはならない存在になったね。あやみんの活動やファンに対して進撃に向き合う、間違えた、また読み間違えた、これ紳士って読むんだよね。紳士に向き合う姿、向き合う姿勢を尊敬してます。嬉しい、はるさん、ありがとう。え、はるさんも確かメガネかけてたよね。メガネお揃いじゃない、もしかしてお揃い説あります。メガネ同士仲良くしてください、メガネの先輩。はるさんいつもありがとうね、今回のシングルもよろしくお願いします。ありがとう、はるさんいるかな、ありがとう。こんばんは、こんばんは。森ミスター始めてます。今日はね、そうそうだ、先に言っとく、私気管支喘息っていう喘息になっちゃって、で基本は咳とか安定してたら大丈夫なんですけど、その喘息の症状が出始めちゃったら止まらなくなっちゃうんですよ。だからその時は、そう、でも1分ぐらい咳、その喘息の症状出て止まればまた大丈夫なので、一回その時は一回ちょっとなんとかしますね。でも基本はね大丈夫なんだけどね。そう、基本は大丈夫なんだけど、もし出ちゃったらごめんね。続いて、あまねー。あまねーありがとう。あやみちゃん選抜おめでとう、いつも笑顔にしてくれてありがとう、今日も大好きです。嬉しい、あまねー。あまねー、いつも可愛い、あまね大好きだよ私も。そう、あまねね、めちゃめちゃテレ屋さんで、テレ屋さんなんだけど、めちゃめちゃニコニコ笑顔がね可愛い子なんです。すごくありがとう、あまね、私も大好き、いつもありがとうね。よいしょ。そうなんですよ、なっちゃってやばいですよね、どうしようと思って。でも薬はさっきもご飯、お弁当食べた後にお昼の分の薬は飲んで、そうだけど、どうね、でも体はすごい元気なので大丈夫です。続いて、杉山さん。杉山さんありがとう。選
発入りおめでとう、新曲もとっても楽しみ、ありがとう杉山さん、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ握手会やお話し会などお待ちしております。まだ今受付再販中なので待ってます。杉山さんありがとう。今回のジャケ写はこんな感じです。結構ねクールね。前回は割となんていうんですか、にこやか系だったけど、今回はクールめですね。まあ、メガネキャラなので私。そうでも今日も撮影でこの衣装着たんですけど、基本メガネはなしで撮りました。基本ね。続いて千葉のポラリスさん、ありがとうございます。千葉のポラリス。連続で選抜入りおめでとう、 AKB に革命が起きた、新生 AKB から目を離せないよ、16期で一番推してるから握手会お話し会で会えるのを楽しみにしてます。嬉しい、千葉のプラリスさんありがとう、握手もまた待ってます。いつもありがとう。結構長いファンの方です。私そうですよね、嬉しい、16期で一番推してる、ありがとうね。またぜひ握手やお話し会などお待ちしてます。ありがとう。いや、そう、サインねちょっと変わったんです。実はね変わりました。ちょいちょいねバレてたんですけど。あ、メッセージない。 KK さんありがとう。でも確かに今回さ、メッセージ書き忘れたって言ってる人結構いたんだけど、大丈夫みんな。 KK さんありがとうね。でもリミスター取ってくれて嬉しい。いるのかな。ありがとう KK さん、ありがとう。まあサインはそんなに変わってないんだけど、あのチーム制がなくなったりとか、チームが変わるごとに私チーム名をサインに書いてたので、それがねそう変わったりするとちょっと変わったりしてたんだけど、基本はねずっと一緒ですよ多分続いて山口さんありがとう。2作連続での選抜入りおめでとう、自慢の推しメンだよ、今作も楽しい思い出がたくさん増える期間になることを楽しみにしています。当日多分リアタイできないです。じゃあ今いないんだ。山口さん届けありがとう、嬉しい、ありがとうね。いつも可愛い最高傑作のうちわをありがとうございます。イエイ。山口さんありがとう。リミスタってこんな感じで合ってますか。こんなんでしたっけ。私まだ2回目なのでいまいちつかめてないんですよ、リミスタっていうものが。あ、続いてオペラさん、オペラさん、カラコンウィンクに続いて連続選抜入り本当におめでとう、選抜に入って忙しくなって劇場でなかなか会えないかななんて不安もあったけど、そんなことなくて劇場のステージにもたくさん立って僕らを照らす太陽でいてくれて本当にありがとう、君は今僕の太陽やったー、僕の太陽、嬉しい。オペラさん、オペラさん酔っ払ってるな、うなの、大丈夫、飲みすぎ注意だよ。あ、でも飲みすぎてもいいんじゃない、今日はね金曜日だしね。オペラさんじゃあ見れてないのかな。ありがとね、嬉しい。そうね、劇場のステージにもたくさん立ちたいなって思って、立てなくなったらって思ってたけど、結果的にいっぱい立てたので嬉しかったです。私もね僕の太陽大好き。オペラさんはいつもたくさんあやみーんってコールしてくれるのすごいね、嬉しい。これからもいっぱいコールしてね、コール聞こえると頑張れるからよろしく、ありがとうオペラさん。飲んでるんだね、いいね。私最後にお酒飲んだのいつだろう、もう久しく飲んでないかも。続いて島田武史さん、前作にちょっと待ってね、たけしさん、島田たけしさん、前作に続き選抜入りおめでとう、劇場や握手会にはなかなか行けませんがオンデマンドや SNS であやみんからたくさんパワーをもらっているよ、オンラインお話し会ではいつもたくさんの愛を返してくれてありがとね、あやみん大好きだよ、またね、ありがとう。あ、いたー、たけしさんいたー、
見つけた、ありがとう、いつもあゆみ大好きって言ってくれるんだよね、ありがとう、嬉しい、私も大好きです。ワンショットの写真いつも大切にしてくれてありがとう、嬉しいよ、うん、ありがとうございます。また待ってるね、オンラインね、オンラインでよく会うよね私たちね、オンラインの人って感じだもん、オンラインの人って感じがするもん、ありがとうございます。またね、またね。続いてシロさん、シロさん、あやみ2作連続選抜入りおめでとう、輝きがますます増しているね、下関のミニイベントや前作の大阪のファンミの初握手でますます好きになりました、さらに押していくよ、出張公演も楽しみです、これからもあやみのペースで進んでね、優しいシロさん、ありがとうございます、本当に優しいコメントいつもありがとうございます。なんか大阪のファンミで初握手だったんだ、下関のねミニイベントとかもめっちゃ楽しかったし、嬉しい、初握手、また握手会楽しみにしてるし、あのファンミもね今回は大阪はあったかな、大阪はもしかしたらなかったかもしれない、どうだろう、九州と北海道と大阪はあったかな、どうだろうね、でもまた会えるの楽しみにしてます。大阪あるのか、あるわ、ありがとう、シロさん、ありがとうございます。続いて、あ、みきお兄貴、久しぶりに見たの、みきお兄貴最近会ってないよね、みきお兄、あ、本当だ、あやみん、いやー、なかなか会いに行けなくてごめんねって来てる、大丈夫だよ、元気か、みきゅう兄貴、また待ってるね、みきゅう兄貴は本当にマジで兄貴っていう見た目兄貴って感じの見た目してるんですよ、本当に、だから私のファンの方並べてって言ったらあんま良くないかもしれないけど、ファンの方に並んでもらって、この中でみきゅう兄貴を指さしましょう、せーのって指さしたら多分みんな一致するだろうってぐらいみきゅう兄貴はみきゅう兄貴っていう見た目、ありがとう兄貴、ありがとうございます。続いて太一さん、ありがとう、太一、2作連続選抜入りおめでとうございます、ありがとうございます、カラコミンク期間本当に幸せなことの連続でした、今回のシングルでもたくさん思い出作りましょう、ありがとう、私が思ってる太一さんで合ってるから、太一さん優しい、優しい太一さん、何でも肯定してくれる、本当に何でも肯定してくれる、太一さんがなんか怒ったりとか、なんか不機嫌なとこ、とか見たことない、ありがとう、昔から私のこと好きで言ってくれてる、ありがとうございます、ありがとう太一さん。続いてたまちゃんだ、たまちゃん、たまちゃん、あやみ2作連続選抜入りおめでとう、ありがとう、劇場がリニューアルする前までにはあやみが出る公演に行きたいな、今は仕事中で配信見れてないです、おい、お仕事中なのに見れないのにリミスタ買ってくれてありがとうございます、たまちゃん仕事頑張ってる、たまちゃんね、いっぱい推しメン、私とズッキーがのこと好きでいてくれて、あやみズキいつもあやみズキ大好きって言ってくれるたまちゃん嬉しいね、他にも推しメンいるの知ってますけど、それをオープンにしてるのも、うん、素敵だって、あのお話し会の背景とかね、もうしっかり他の推しメンも後ろにいるまんまやってるのが最高です、そういうとこが好きです、ありがとうたまちゃん、ありがとね、あ、続いてアルニストさん、連続で選抜おめでとう、ありがとうアルニストさん、ありがとうございます、本当に今回もみんなの応援のおかげで入れていただきました、また遠征など握手かな、基本アウトしたら握手ですもんね、握手とか公演とかでお待ちしてます、
ありがとうね、アルミットさん。そうだよね。あ、遠征、そっか、あれしてなかったっけ、一緒に。してないか、いなかったか。いたと思ってた。ありがとうね。波動なくなっちゃったもんね、アルニストさんの得意分野の波動が。しかもプレイヤーじゃなくて応援する方ね。続いてしゅんやくん、ありがとう。しゅんやくん、世界一可愛いあやみちゃんへ選抜おめでとう。次にもきっと入れるって信じていました。あやみの頑張りが僕の誇りです。また忙しくなっちゃうね。どうか健康に気は健康には気をつけて。いつもありがとう。これからもよろしく。ありがとう。しゅんやー、ありがとう。しゅんやね、私より年下なの。年下なのにめっちゃしっかりしてて、いつもどんな時もまっすぐに私のことを応援してくれて、私だけを見ててくれてありがとね、本当に。ね、いっぱい音楽番組の観覧とかもさ、めっちゃ来てくれて嬉しいです。いるのかな。劇場も結構当たってるよね、すごい。ありがとね。あといつもハンカチのプレゼントもありがとう。ありがとう。続いてスロキチさん、ありがとね。スロキシンゴ、いつも楽しい時間ありがとう。また宝物が増える。これからもよろしくね。嬉しい、ありがとう。スロキチさん、いつもありがとう。一時期めっちゃ劇場で会ってましたよね。最近はね、なかなか当たんないのかな、やっぱ劇場って。ありがとう、スロキチさん。また劇場もね、あ、いた、いた。ありがとう、ありがとう。また劇場も待ってるね。いつも握手とかも劇場もいっぱい来てくれてありがとう。嬉しい。またね、待ってるね。ありがとうございます。続いてまいちゃん、あやみ選抜おめでとう。前作に続いてまた選抜入りしてとても嬉しいです。今回もファンミとかで大阪来てくれるかな。また会えるの楽しみにしてます。オンライン話から参加するね。ありがとう、まいちゃん。大阪行くよ。大阪行く、嬉しい。まいちゃん、おしゃれなまいちゃん、スタイルが良いのよ、本当にね。えまた待ってるね、まいちゃん。大阪で待ってます。ありがとう、ありがとう、まいちゃん。イエイ。あ、続いてたっくん、仕事で見れない、嘘。大分から応援してます。いつも優しい対応ありがとう。連続選抜おめでとう。たっくん、仕事で見れないらしいけど、ありがとう。お仕事頑張ってるか。ありがとね。たっくんはオンラインの人です。オンラインの人、そう、遠くにね住んで、大分に住んでて、いつもオンラインたくさん来てくれてありがとうございます。本当に全部の部に来てくれるの、ありがとう。たっくん、私の生誕 P もいつも来てくれてありがとうね。お仕事頑張ってね。ありがとう、たっくん。続いて北さん、あやみ2作連続選抜おめでとう。ありがとう。16期加入の時からずっと見続けてきて、応援し続けてきたおじさんとしてめっちゃ嬉しいです。まだまだ上を目指して一緒に頑張っていきましょう。メガネーミンも可愛いだって。ありがとう、北さん。いるかい、北さん。ね、本当にすごい。16期加入の時からあんなに私が芋っぽい時からまだ子供だった時からありがとうございます。応援してくれて選抜に入りました。7年越しだけど、諦めなくてよかったなって思うしね。そう思えるのもみんなのおかげなので、ありがとう、キタさん。また会えるの楽しみにしてるね。いつもありがとう、おじさんだって。いや本当にそんな感じする、そんな感じする。ね、もうお父さんって感じだよね、みんな。本当にここまで来るとね。続いてレッツちゃん、テレビで見てもオンラインで話してもやっぱりあやみんしか勝たん、大好きって思う毎日を過ごしてます。かわいい。そんな私が今回のシングルで初めて握手会に参加する私、ファンミ以来の生あやみんどうなっちゃうの、サインタイル全然。かわいい、文章がかわいい。レッツちゃん、ありがとう。行くよ、北海道にもね。でも握手、そっか、遠征してくれるの。そうだね、なんか前言ってたよね、なんかオンラインかなんかの時に。ありがとね、顔が可愛い子です。
ありがとうレッツちゃん。マジで。あ、はい、待ってるね。ね、よかったね。今回あるよ、北海道。そう、北海道ね、ずっと来てほしいって言ったから。ありがとうね、レッツちゃん。待っててね、会いに行くからね。北海道、準備して待っててね。ありがとうね。あ、山口さん、もう呼ばれたよ。呼ばれた。ありがとうね。さっき呼びました。ありがとう。続いて白毛玉。白毛玉。ま、カラコミンクの期間いっぱい楽しかったし、恋積む時間もいっぱい楽しいを作りましょう。SNS や公園でもあやみんを好きって人が増えてるのを感じられて幸せです。ハートだって。これからもいっぱいの人にあやみんの素敵なところが伝わりますように。ありがとう、白毛玉。本当にいつもありがとう。私の宣伝隊長、私のなんか宣伝アンバサダーみたいな宣伝アンバサダー、宣伝大使、長友あやみ宣伝大使みたいななってますよね。ありがとうね、本当にいつもありがとうございます。まだね、私のこと好きになってまだどんくらいだろう、1年ちょっとぐらい、そんぐらいかな。ね、本当に私のこと見つけてくれてありがとうございます。1年半か、ありがとう。もうだってさ、どんどん本当にメンバー認知がすごい。あなたはどうしてメンバーから認知されすぎだから、よそ見禁止ですよ。本当に認知されたからって、だってすぐトコ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 って行くのはなしですからね。なしですからね。ありがとね。続いてちゆちゃん、連続選抜おめでとう。ありがとう。カラコンインクの期間中、歌番組などテレビであやみんをたくさん見ることができて嬉しかったです。64枚目の期間もテレビに映るあやみんをたくさん見れますように。やで、ちゆちゃん、ありがとう。ちゆちゃんちゆちゃんちゆちゃんは面白い人です。面白くて、本当に本当におもろくて、めちゃめちゃいつもね、めっちゃ長い時間私たち握手するんですけど、本当にあっという間なんだよね。いつもまだ話すことあるのうちらみたいなぐらい本当にあっという間。あ、いた、ちゆちゃん、ありがとう。あといつも握手会のスケジュールの画像とか作ってくれるちゆちゃん、これからもよろしくね。ありがとう、ちゆちゃん。続いて、あ、ズーミンさん選抜おめでとうございます。ありがとう。とびっきりの笑顔に加えてパフォーマンスも進化されていて最強です。これからも気になる存在になり続けてください。嬉しい。気になる存在よりもっとね気になる存在以上になりたいですけど、ズーミンさんの。でも嬉しい、ズミさんもめちゃめちゃ長い長いことね、ずっと好きでいてくれて、好きでいてくれて、好きでいてくれてるよね。でも嬉しい、リミスター来てくれてありがとね。本当にまた握手とかで待ってるよ。私ズミさんと話すの好きだから、また面白い話とか重量級の話とかしようね。ありがとう、嬉しい、リミスター。続いてピクちゃん、64枚目の選抜おめでとう。ありがとう。 MV のメガネミンミンが可愛くて恋積んじゃってます。こっちのね、積み上げる方の恋積んじゃってます。まあでも常に可愛いんで毎日恋積んでますけどね。また楽しいお話いっぱいしようね。ありがとう。あのね、いくちゃんは恋積んじゃったを勘違いしてたんだよね、最初ね。恋積むってさ、積んじゃったってなんていうの、やらかしたみたいな、終わったみたいな意味じゃん。さ、握手ってかお話し会でずっと私に恋積んでる積んでるみたいななんか言ってて、そうこっちのね、積み上げる方だと思ってたんだよね、いくちゃんはね、ずっとね。だからリミスタの感情を間違えてるっていう知ってるよ私は。ありがとう、また待ってるね、楽しみにしてるね、会える日を。ありがとう、積んでます。ありがとうね、いつも可愛い画像ありがとう。本当に絵が上手ないくちゃんでした。続いてうらちゃん、嬉しい。
うらちゃん全力での握手会いつも楽しみです。美しい系担当頑張ってください。すごいフルネームでバイうんうんって書いてあるありがとう、うらちゃん嬉しいよ。うらちゃん、うらちゃんはとあるメンバーが卒業してから私のことを好きになってくれて、めちゃめちゃ結果的にめっちゃ握手通ってくれて、オンラインもかね、嬉しい。うらちゃんは今私が一番好きなのかな分かんないけど、ありがとう優しいおじさま本当にめちゃ優しいの、心の優しいね。うらちゃんありがとう。お仕事じゃないか、でもねお仕事の時もオンラインとか来てくれたりして嬉しいです。ありがとううらちゃん。続いてモフ大地さん、お久しぶりです。前回この前なんかだったね、なんだモフ大地さん、いつも名前呼んでくれてありがとう。いえいえ、これからも健康第一に頑張ってください。ありがとうモフ大地さん。あ、明日握手行くよ、嬉しい。そっか待って、めっちゃ大きな音鳴らしちゃった。明日握手か、そうだった、そういえばね、そんな感じしないよね、なんかリミスタやってるし。モフ大地さんありがとう、すごい長いこと私のこと好きで言ってくれてる。うん、あこれと同じポーズすればよかったありがとうねモフ大地さん、また明日か、明日会えるの楽しみにしてる。リミスタのお礼も直接言わせてね、ありがとう。ありがとうね。あ、続いてよしこちゃん、連続選抜入りおめでとう。お、ありがとう。えよしこちゃん、いつもビバースめっちゃ長文なのにさ、ビミスタ一言だったんだけど嬉しいよ、ありがとう。よしこちゃん、よしこちゃんは本当に遠くに住んでるね、関西に住んでるおじさまなんですけど、もう本当に優しい、もう私のことを甘々に育ててくれてありがとうございます。これからも基本はね、私たちオンラインで喋ったりするので、オンラインいつもいっぱい本当にいっぱい来てくれてありがとう。オンライン、よしこちゃん、またこのシングルもオンラインたくさん話そうね、楽しみにしてる、話せるの。ありがとうよしこちゃん、ありがとうございます。続いてチャーネタさんね、ちょっとさ、コメントない人多いんですけどみんな忘れちゃってるのかな。チャンネタさんありがとう。劇場でよく会う、でも最近会わないね、一時期めっちゃ劇場で会ってたのに。また劇場待ってるよ、今なかなかね当たりづらいのもあるよね、劇場ね。ありがとうチャンネタさん。あ、続いてひろしさんだ。ひろしさん連続で選抜おめでとう、ありがとう。明日明後日の握手会参加しますのでよろしくお願いします。遠くから来てくれるの、ひろしさん。ひろしさんの大好きな制服ですあ、いたありがとう、待ってるね。明日明後日、今日来るの、こっちに。明日来るの、気をつけてきてね、遠くからありがとう。制服です。あ、え、何メッセージ、前回は少し前まで変えられてたのに期限早めに終わってて気づかなかった多数なんです。え、そうなんだ。今回はなんかあれなんだ、うーん、締め切られちゃうってこと。続いてコケピー、あやみ大好きです、ありがとう、ストレート。コケピー、また劇場のお題待ってるね、いつも劇場のお題送ってくれてありがとう。コケピだって思うよ、本当にコケピ劇場のお題採用されるといつもコケピですっていうスケッチブックを客席で持っててガチでおもろい私以外にしてる人いるのかな、コケピのこと。私は気づいてるよ、いつも持ってんのね。この前最前にいた、すごい、上手の最前、上手のいっちゃん端っこの、ね、最前にいたね。あ、見てるよ、だってコケピー、これからも面白いお題待ってますんでまた採用された時は楽しみにしてるね。続いて高橋さん、
あやみん連続選抜おめでとう。去年11月に初めてあやみんの握手会に行った時、ニコニコの笑顔で楽しく話してくれたのが印象的で、あやみん推しになりました。ありがとう。お話し会や歌番組でもあやみんの笑顔をたくさん見たいです。明日も新幹線乗って握手会行きます。あー、遠くからありがとう。あやみ好き推しかなってことにしよう。嬉しい。でもありがとう高橋さん、いつも優しくて、私もいつも高橋さんのニコニコの笑顔にやられてます。あ、いた、乗り鉄かけるズッキ推しってなってる。ありがとね。楽しみにしてますんで、また明日は新幹線気をつけてきてね。雨すごかったのは今日までかな、わかんないけど楽しみに待ってるね。続いてトメさんだ。トメさんなんか見れないって言ってたっけ、リミスタ。2作連続の選抜入りおめでとう。ありがとう。 PV は謎の美少女っぽくっていいね。魅力ながらこれからもずっと応援するよ。明日の握手会よろしく。トメさん魅力なんかじゃないよ。いつもめちゃめちゃ来てくれてオンラインマジで感謝してます。お、いた、ありがとう。今日も可愛いね。ありがとう。トメさん、アーネさんと私のことが好きなトメさん。でもともとエイトさんね推しなのに私のこと好きになってくれて、気づいたらね、なんかめっちゃ話があったんですよね私たち。そっから一気に話すようになって、トメさんと話してるとマジ優しい気持ちになる、本当に。だからすごい好きですお話しするの。続いて HK さん。 HK さん連続の選抜おめでとう。初めての選抜でいただいたたくさんの仕事をきっと一つ一つに感謝して丁寧に取り組んできたことが2度目につながったんだと思うんだ。紳士でひたむきなあやみちゃんだから選ばれた。胸張って新曲期間を楽しもうね。かっこ真面目。珍しい真面目な真面目な HK さん。いつも真面目か。ありがとう。絶対お仕事中だよね今。頑張ってますか先生ね。すごい、私もお仕事応援してます。いつもありがとね HK さん、面白いお話たくさんしてくれて。頑張って、お仕事。あ、いた。待って、お仕事じゃない、今日は金曜日だよ。あ、なに、ちゃんと今見れてるタイミングなの。え、そうなの、すごい、ありがとね。またペンライトカラーの洋服で待ってます。洋服いつもねおしゃれ、そう、そうおしゃれなんですよすごく。続いてのぶさん、続けて選抜おめでとう。これからもずっと応援しています。ありがとう。のぶさんありがとうね、いつもいつも。うん、横浜行くねだってありがとう。いつもオンラインの壁を私いっぱいにしてくれてありがとう。生写真とかね、グッズとか嬉しい。ありがとう、のぶさん。名古屋行くからね。そう、握手会、お渡し会、握手会 CD 行くから待っててね。会おうね名古屋でね。続いてビワさん、たまにメールで触れる長友家の料理に注目してます。恥ずかしい。握手会で料理のこと聞こうと思ってますので教えてくださいね。あ、ぜひ。また忙しくなると思いますが健康には気をつけて、選抜おめでとう。嬉しい、ビアさんありがとう。ビアさんはどんな季節でも、え、そうかな、多分どんな季節でもハロウィンのあのね、ぬいぐるみ持ってるんだよね、こういうなんていうの、手遊び人形、なんか人形みたいなね、ずっと持ってる。それで覚えた、美和さんってトレードマーク。ありがとう美和さん、また劇場も待ってるね。いつも美和さんなんか下手にいるイメージ、下手の美和って感じ。ぼーちゃん、続いてぼーちゃん、いつもお世話になっております。こちらこそです。こいつの発売おめでとうございます。あやみんの優しさに日々救われています。ありがとうね、これからも応援してます。ご自愛くださいませ。ぼー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 、ありがとう。めっちゃ真面目ぼー。いつも真面目だけど、ぼーは私が初選抜の時
泣いてくれたってか、いつも泣いてくれるよね。なんか私のことを話すとね、坊は泣いてくれるんですよ。すごい優しいの、坊ちゃん。坊ちゃんが私を応援してくれてるって思うとすごい心強いってぐらい、坊ちゃんはあの熱い人です。本当にありがとね。そんな泣いちゃう坊ちゃんも大好きだよ。続いて、ゆういちろうさん。あやみんさん、選抜おめでとうございます。ありがとう。今回もこうやってまたおめでとうと言えることが嬉しいし、またあやみんさんの活躍をたくさんのメディアなどを通じて見れるのも楽しみで仕方がないです。これからもお互いたくさん楽しんでいきましょう。ありがとう、ゆういちろうさん。嬉しい、ゆういちろうさん、ありがとう。ゆういちろうさんもめっちゃ優しい人、いつも野球ね、野球のとこからつなげてくれる、野球のとこからですよね、あれつなげてくれるんですよ、いつも球場から。いつもでもないか、お家のことがほとんどか、野球の話するのかとにかく、ね、野球のね話いつもして。ゆういちろうさん、ありがとうございます。またオンラインで喋るの楽しみにしてます。あやみんさんって言ってるのがゆういちろうさん、これ、あ、野球だよね、野球だよねありがとね、応援してるよ、応援してるチームをね応援してるチームが勝つことを祈ってます。ありがとう。あ、続いて、え、ゆたかさんもコメントない。え、じゃあコメントない人本当に多いよ。みんないいんだけどね、全然。ゆたかさん、ありがとう。ゆたかさんは強運の持ち主です。なんとね、あの全国ファンミでさ、なんかサイン入り T シャツが当たるみたいなあるじゃないですか、選抜メンバーの。それを当てたんですよね。びっくりした、あの時。ありがとう、豊さん。豊さんは私となんか SNS のアイコンで覚えた最初。いつもね、私がなんかお仕事とかが決まるといつも引用リツイートしてくれて、すごい嬉しい。見てるよ、そういうのちゃんと。ありがとね。続いて、うぶかたさん。お仕事中かな、そんなことない。すごい。3、選抜2作目おめでとうございます。あやみんの大好きな夏いけそうのイベント、まだ発表されていないのが残念ですが、海外イベントもあるし楽しんでね。お土産話たくさんみんなに届けてくれる、楽しみです。ありがとう、うぶかたさん。そう、私さ、そうなの、なんだっけ、めっちゃね、いろんなとこ行くから今年の夏。だってもう7月だけでさ、佐賀、大阪、名古屋、ジャカルタで、日本でいっぱい日本は当たり前だけど、そういっぱい行くからね。だしフェスも結構出る。あ、今日も発表されたんですけど、7月31日に超アイドルマニアっていうなんかフェスに出るので、そう、ぜひね楽しみに。結構いろいろフェスがあって頭パンクしそうなんですけど、そう、意外とねいっぱいあるんですよ。だけど頑張ります、楽しみだから。みんなもぜひね、時間が合えばフェス楽しいから来てほしいなって思う。待って、たかしポニョお腹、あやみちゃんが選抜メンバーに選ばれることが本当に嬉しいです。これからもあやみちゃんが輝ける場所にいられますように。いつもありがとうね、たかしたかし、ポニョお腹かわいい、名前かわいいお腹、いや、いいですよ。そのね、いつも生誕ティーいつものびんのびでピチピチで来てくれる来てくれるたかしのお腹大好きだよ。ありがとう、たかしあ、続いて BC みるちゃん。あ、この前初めてオンラインで喋っておこうかな。選抜おめでとうございます。選抜発表された時本当に嬉しかったです。あやみんの SNS やプラメから元気もらってます。いつもありがとう。 MV のメガネミン最高だよ、だって。嬉しい、みるちゃん、ありがとう。この前初会話したね、嬉しかった。私のアップティーのトレーナー来てくれてたよね、確か。みるちゃん、そう、 SNS ではねよく見かけてたけど、初めてお話しして嬉しかった。
うん、ありがとう。あ、いたー、みゆちゃん、いたいた、ありがとう。これからはいっぱい思い出作ろうね。ありがとう。続いてりさちゃん、あ、りさちゃんって、あのりさちゃんかな、おもろい人、おもろ女さん、初あやみんのサイン、初か、そっか。あやみんの握手は本当に沼で、いつもメロメロです。ありがとう。あと劇場の時のあやみんも最高。いつもキラキラしていて思わず目で追ってしまいます。これからもまなかさんとものもよろしくね。やっぱあのりさちゃんだった。おもろ女さん。ありがとう。本当におもろいの。本当に。なんか握手で一回ね、おしまし使える時があって、おしましで1枚、2枚ぐらい来たんですよ。数枚で。したら、やばい。あやみんの握手マジ沼とか言ってめっちゃおしばししてんの。どんだけの剣を使ったんですかあの時ね。嬉しかったよ、最高だった。もうこれで終わるからじゃあねって言ってのにまた来てんの。最高、りさちゃんありがとね。嬉しい、リミストまでありがとう。初サインなんだ。仲良くしてね、これからも。ありがとう、おもろ女さん。最高。続いて、なゆちゃん、なゆ、2作連続選抜入りおめでとう。ありがとう。あやみちゃんが元気に楽しく選抜の活動をしているのを見ると私も元気になれるし、嫌なこともあやみちゃんが全部吹っ飛ばしてくれるので助かってます。存在してくれてありがとう。愛してるよ、かわいい。なゆちゃん、なゆちゃん、そんなこと言う子じゃないのにかわいい。嬉しい、愛してるよ。だって私もだよ。ありがとう、なゆちゃん、ありがとね。この前お話し会の時も選抜おめでとうっていう後ろに貼ってくれててめっちゃ嬉しかった。なゆちゃんシャイガールちゃんだけどめっちゃずっ結構もう長いこと私のこと好きでいてくれて嬉しい、かわいい。ありがとね、なゆちゃん、また会おうね。ありがとう、いつも。続いてゆうかちゃん、ゆうかちゃん、あゆみちゃん2作連続選抜おめでとう。ありがとう。またあゆみちゃんに会いに行けるように頑張るね。早く会いたいな。あゆみちゃんはいつまでも私の自慢の推しです。最近暑くなっているから熱中症に気をつけてお互い頑張ろうね。これからも応援してます。ありがとう。あのゆうかちゃんかな、ありがとう。私の、え、三つ編み好きじゃなかった、確か三つ編みですよ今日。私の三つ編み好きって言ってくれてる気がする。ありがとう。また劇場でも待ってるね。めちゃめちゃスタイルのいいゆうかちゃん、ありがとう。また待ってるよ。ありがとね。続いて阿部ちゃん、誰だろう。阿部ちゃん、阿部ちゃん、ありがとう。メッセージない、嬉しい。阿部ちゃん、ぜひいつか名乗りに来てください。僕、私、オイラ、私、阿部ですって。阿部ちゃん、阿部ちゃん、ありがとう。阿部ちゃん、またぜひお待ちしてます。会いに来てね、いつか。続いてひかる、あやみん久しぶり、覚えてる。2作連続選抜入りおめでとう。めちゃくちゃ嬉しい、最高。マジでサッカー頑張れる、サッカー頑張ります。2部も行きます。すごい勢いのある文章、ありがとう。ひかる、いつも覚えてるって聞いてくれるけど覚えてるよ。ひかるめっちゃね、インスタメンションしてくれるからもうわかる。推しメンいっぱいいるけどね、ありがとね、ひかる。この前確かグループ写真撮ったよね、一緒に。サッカーね、そう、サッカー頑張ってるんだよね。応援してます、ありがとう。続いてムーランさん、選抜おめでとう。ありがとう。いつもあやみんからビタミン摂取してます。これからも応援してます。嬉しい、ムーランさん、ありがとう。ぜひリミスター受け取ったよー、ムーランだよーって、言いに来てください。いつか会えますように。あ、いたー、ムーラン、ありがとう。
会える日を楽しみにしてます。ありがとうね。かわいいひよこ。ひよこのあれかわいい。ありがとう。続いて、さわじゅうさん。連続選抜おめでとう。ありがとう。ゆえみんが楽しそうに話しているのを見て元気もらってます。いつも楽しませてくれてありがとう。無理しないで活動楽しんでね。嬉しい。サバジュさん、ありがとう。いますかね。ありがとうね。サバジュさん、めちゃめちゃ心の優しい、めちゃめちゃ優しい人。本当こんな優しい人世の中にいるのかってぐらい優しいね。いつも私のこと肯定してくれて、やっと会えた時はね、私があの急遽ね、大阪のあのファンミーイベントで急遽選抜のアンダーで出るってなった時にね、例に来てくれたのがめっちゃ忘れられない記憶に残ってます。ありがとう、サブジュさん。アイドル楽しみにしてます。お、続いてさきちゃん。さきちゃん、2作連続の選抜おめでとう。ありがとう。あやみんのこと、あやみん推せて幸せです。これからもよろしくね。ありがとう、さきちゃん。嬉しい。さきちゃんがくれた羽ピン、なんていうの、ヘアピン、あの羽ピンか、使ってるよ。クロミちゃんのやつめっちゃ可愛かった。ありがとうね、さきちゃん。さきちゃんも優しい子、可愛い、可愛い女の子多い。ほんとありがとう。またいっぱい話そうね、さきちゃん。さきちゃん、公演最近当たらない？公演ね、一時期めっちゃ公演だってたけど。ありがとう。メイクの話またしようね、さきちゃん。続いて、ハピラキさん。ハピラキー。あやみん、連続選抜入りおめでとう。これからも選抜に入れるように応援してます。ありがとう、ハピラキさん。ピラキさん、ドボン今月も頑張ってくれてますか、もしかして。いつもドボンイめっちゃやってくれてるイメージ、ハピラキさんが。あ、いたー。ハピラキー、ハピラキー、ハピラキさん、ありがとうね。今ドボン何位なの？やってますか今月。嬉しい、いた、ありがとね。また待ってるね。続いて、しんさん。かわいい、ありがとう。仕事で配信が見れないから迷ったけど、ありがとう。初めて応募しました。モバメがきっかけで、あやみんが出演している劇場公演に通うようになり、偶然最前列、満面の笑顔での爆裂が嬉しすぎて好きになりました。これからの握手会も楽しみにしているのでよろしくです。嬉しい。見れないのに見てくれたの？あ、間違えた、ゲットしてくれたの、リミスター。しんさん、いつか握手会でお話できるのを待ってます。嬉しい、モバメがきっかけで劇場公演見に来てくれたんだ。しかも最善、それもうやばくないですか。運命でしかない。しんさん、また待ってるね。ありがとう。リミスターもありがとう。お仕事頑張ってね。体調大丈夫？大丈夫、今んとこ喘息の症状は出てません。あ、続いて玉木さん。玉木さん、改めて連続選抜入りおめでとう。こうやっておめでとうが言えることが、選抜メンバーとして活躍しているシーンを見れることが本当に嬉しい。ありがとう。これからも笑顔で楽しく AKB メンバーとして、選抜メンバーとして活躍してね。ずっと応援してます。玉木さん、ありがとう。玉木さんは、あ、いた、ありがとね。本当に可愛いうちわを、ありがとう。そして私が出る公演、いつも私が休演になっちゃう公演で、いつもというか2回かね、休演になっちゃう公演に当たってたんだよね。本当ごめんなさい。お手紙の字もめっちゃ綺麗で読みやすいです。ありがとうね。またうちわ楽しみにしてるね。新しいのとかじゃなくて、可愛いうちわまた持ってきてください。ありがとう。続いて、なっちゃん。なっちゃんはなんか恥ずかしいらしい、真面目に書いちゃって恥ずかしいらしいので、
黙読でお願いって言われたから黙読するね。2作連続選抜おめでとう、ありがとう。普段は絶対最後だけ読むね。普段は絶対言えないけど大好きなんですよ、いつもありがとうって。嬉しい、なっちゃん。ありがとう、ちゃんと黙読したよ。お仕事見れてないよね、きっと。黙読しました。なっちゃんは単独コンサート、私が選抜に、コンサート選抜に初めて出た選抜で見つけてくれたんですよ、私のことを。もうマジ友達、マブって感じ。友達だからね、喧嘩することも、喧嘩じゃないか、喧嘩っぽくなることもあるけど、そう、でもね、仲良し。ありがとうね、なっちゃん、これからも待ってるよ、劇場でもどこでも。仕事頑張ってね、ありがとう。なっちゃんが作ってくれたさ、 TikTok の動画がめっちゃバズっててね、嬉しい。なんか私が初選抜の時の。続いてカニ天ぷらさん。AKB のことを全然知らなかったのですが、とあるきっかけであゆみんを知りました。そして先日劇場で初めてあゆみんを見ました。笑顔とパフォーマンスが素敵で、また見に行きたいと思いました。嬉しい。カニ天ぷらさん、とあるきっかけであゆみんを知りました。なんだろう、何気になる。カニ大好き、私も。ちなみにじゃあぜひね、なんでカニ天ぷらっていうのか言いに来てください、いつか。ありがとう、カニ、ありがとうございます。カニ天ぷらさん、お、ともおさん、あのさ、ちょっと待って、あのさ、正直なのはいいんだけどさ、最近は17、18期ばかりで公演とかお話し会とか行けないけど、明日は仕事終わりに握手行くから楽しみにしてるね。あのさあのさね、あのさ、ともおとあいちゃん一押しじゃないのよ。あれ、アイちゃんだったっけ、初めて見た、そのアットマークの後がアイちゃんになってるの。ありがとう、でも嬉しい、こうやってリミスタ来てくれたり握手とかも来てくれてるのめっちゃ嬉しい。ありがとうね、明日楽しみにしてね。正直でよろしい、確かに、ありがとう。やばい、事前にサインを書いてた分がラストです。続いてゲン、13年ぶりに握手会行きます。 AKB をもう一度好きにさせてくれてありがとうとメッセージを送った。前回のリミスタから早4ヶ月、あよみんと出会えて AKB をもう一度応援できて毎日がとっても楽しいです。改めてありがとう、これからもよろしくね。嬉しい、ゲン、ありがとうね。覚えてるよ、前回のリミスタ、なんか握手行きますみたいな書いてくれてたよね、確か。初握手ですみたいな、めっちゃ嬉しい。あれから4ヶ月でも、まだ4ヶ月なんだ。なんか4ヶ月って感じないくらい思い出いっぱいあるね。ありがとう、ゲン、嬉しい。でも本当、私を好きになってそういった AKB に戻ってくれる人がいるっていうのがめっちゃ嬉しいから。でもいっぱいよそ見しても好きでいてね。ありがとう、ゲン、ありがとうね。続いてレイちゃん、レイちゃん、今回の選抜も入っておめでとうございます。明日の握手会で会いましょう。嬉しい、レイちゃん、ありがとうね。レイちゃん、ありがとう。嬉しい、日本語が本当に会うたんびにどんどん上手になってきてて。あ、いた、ありがとね。ジャカルタは行ったことある？私ジャカルタに行くからさ、そう、またなんかいろいろ教えてね、海外のこととか。レイちゃん、ありがとね、この前劇場で会えて嬉しかったよ。見つけたよ、ちゃんと。ありがとレイちゃん、これからもよろしくね。いつもユバースもコメントありがとう、本当にたくさん読んでます。
ありがとう、れいちゃん。そしてお、たかたかさん。続いて、たかたかさん。あやみんとの握手会はまだできていません。かわいすぎて緊張しそう。これからあやみんとの握手頑張っていくきっかけにしたいな。よろしくね。まだしてないの、たかたかさん。嬉しい。でもまだ握手してないのにリミスタ申し込もうって思ってくれたことが嬉しい。たかたかさんありがとう。いるのかな。握手は大丈夫。緊張は全然。私よくね、その見た目的になんか緊張する。やばい、落とした。大丈夫、元気だからそう、私見た目的によくね、なんかなんだろう、なんかどういう話したらなんかあんまりみたいな感じで言われるんですけど、もう全然めっちゃめっちゃ楽しんでるので、いつも。そうだから握手ぜひ、緊張なんかしないで、いっぱいね、私のレーンは優しい人もいっぱいいるし、ぜひぜひお待ちしてます。ありがとう。初握手楽しみにしてるね。会えるのどうかな、来てくれるかな。続いてしほっぴ、かわいい名前、しほっぴ。発売日が私の誕生日。そうなの。2部も買ったから、あやみんさんからの誕生日プレゼントだと思って、今から届くのワクワクです。しほっぴお誕生日おめでとう。ありがとう。あ、しほっぴ、わかったわかった。今日さ、行くよってさ、コメントしてくれてたよね、しほぴ。わかった。お誕生日なんだ。めっちゃ可愛い感じのなんか名前のアイコンと。そっか、見た見た見た、あのしほぴだ。ありがとう、可愛い。いつか、嬉しい、楽しみにしてます、会える日を。そうなんだ、お誕生日なんだ。おめでとう。何歳になるの。7月17日、シホピの誕生日ね、覚えとくわ。続いてライシー。ライシーありがとう、リミスタ買ってくれたの嬉しい。前回のシングルのリミスタに続いて、またまた久しぶりな感じで本当にごめん。大丈夫よ。2回目の選抜おめでとう。ふとした瞬間にめちゃくちゃあやみちゃんに会いたくなる。こんなフラフラしてるのに会った時いつも優しくしてくれて幸せ。これからも一生一押しだよなんか めっちゃ文章矛盾してるけど、でもなんだっけ、推しと好きは違うみたいなね、言ってましたよね。ちょっとよくわかんないですけど、あ、ちょっとよくわかんないですけど、ありがとう、ライシー。嬉しい、ライシー。そうだよ、私今ではこうして選抜として活躍してますからね、活躍活動させていただいてますからね。この前でもチェキ撮ったよね、めっちゃ楽しかった。嬉しい、ふとした時に思い出すんだ。フラフラしてるのか、そっか、来いよ、私のとこにも。ありがとね、来週。続いてサンピラーさん。サンピラーさんだ。これは2個、2つってこと。サンピラーさん、すごい、2つもありがとう。念願だった選抜入りを果たし、しかも連続で選抜入りできたのは、決して諦めずに日々精進し、歌やダンススタイルや髪型などのビジュアルアップなどの成果が出ているもの、出ているのも要因だと思います。めちゃ嬉しいです。ありがとう、サンピラーさん。あ、いたね、本当にずっとそのアイコンっていうか、あれだよね、アバターだよね。改めて連続選抜入りおめでとうございます。これからも応援していくよ。ありがとう、これからも応援してね。2枚もありがとう、サンピラーさん、ありがとうございます。嬉しい。続いてラストになります、この部。モーくん、あやみんの笑顔はみんなのビタミン剤です。これからもその笑顔で頑張ってください。嬉しい、ありがとう。もうくん
くんもうくんもうくん、もう嬉しい、もうくんありがとう。ぜひいつかリミスター受け取ったよって言いに来てくれたら嬉しいです。ありがとうねもうくん。ラストです。いるのかなもうくん、牛ポーズしとこう。もうありがとうもうくん。よし、ではこれにて一部終了となります。皆さん一部の配信見てくれてありがとうございました。再会リミスター第一部ありがとう。楽しかった、あっという間に終わった。こんな一瞬なことある？あ、時間ほぼぴったり。え、嬉しい。そうなんだ。この後は何時からだっけ？8時？8時から。あ、OK です。じゃあ8時にまたお待ちしておりますので、ぜひぜひ2部もまた配信見てください。あ、バイバイ、また明日。お、また明日。そっか、1部ありがとね。こんばんは、こんばんは。 YH さんってよく見る人かな。ありがとう。うん、飲み物飲んでサイン書きして待ってます。また2部に備えて、続いて第2部でお待ちしてます。また後でね。2部よろしくね。うん、よろしく。ありがとう。